どんどんタイム上げれていったんで、タイヤはきつくなるけど、タンクは軽くなって、で、車重は軽くなってくるんで、まあ、あとはその体力さえしっかり持てば、まあ、タイムは維持できるなと思ってたんで、まあ、そこのバランスが非常に取れてたんで、後半でファーストテスト出すことはできたし、もう本当いい状態で、レース1を戦えたんじゃないかなというふうに思ってます。はい、予選も、ちょっと途中、和樹選手が、ぴったり中塚選手の後ろについて、で、その後すぐピット入られちゃったじゃないですか。その時とかは、なんかちょっとイラッとしたとか、で自分自身はもうタイム出し終わった後だったんで、先行きなよっていう、お互いが先行きなよっていうやり合いをやって、あ、もうこれじゃタイヤ冷えちゃって、自分もその走るリズムを崩しちゃうなと思って、もう先に一回ピットインして、お互い心理戦がもう予選から始まってて、見ていたこっちは楽しかったです。で、せっかく仲良くトーク一緒にさ、はい、そうですね。してたのにさ、とか思いながら、いやいや、まあね、それはね、勝負の世界なんでね。